聖アンドリー教会聖アンドリー教会は、ウクライナの首都キエフにある教会、ウクライナ独立聖教会に属する。聖アンドリー教会は、1747年から1754年までの間に、イタリア人の建築家、バルトロメオ・ラストレッリによって建立された。教会の名称は、伝説上で、ウクライナの地において初めて、キリスト教を伝来したとされる首都、 アンドリーにちなんでいる。教会はドニプロ・カワウガン、キエフ丘陵に属するアンドリー坂の頂点に位置し、キエフ大公国時代のボロディメル成功の町が存在した地区の生誕に立っている。教会の高さは46メートル。外部はバロック様式であるが、内部はロココ様式である。1932年にソ連政権によって閉鎖され、 1939年に無神論博物館として開館された。1941年にドイツ政権の下で教会の核が戻された20年後に再びソ連によって閉鎖された。1968年以後ソフィア大聖堂博物館の主館となった。ウクライナの独立後、ウクライナ独立性教会によって方針例のために使用されたが2008年に ユシテンコ大統領の命により公式にソフィア大聖堂博物館からウクライナ独立政教会へ譲渡された。ありがとうございます。